イザヤの預言。その日、主はアハズに向かって言われた。主なるあなたの神に印を求めよ。深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。しかしアハズは言った。私は求めない主を試すようなことはしない。イザヤは言った。ダビデの家よ、聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。それゆえ、私の主がお水からあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマニュエルと呼ぶ。神が我らと共におられるのだから。神の御言葉。神の御旨を行うことは私の心の喜び。神よ、あなたの不思議な技は数えきれず、その計らいは類いなく、私がそれを告げ知らせても、すべてを語り尽くすことはできない。神の御旨を行うことは
私の心の喜び。私は人々の集いの中に、あなたの救いの技を告げ知らせ、決して口を閉じることがない。神よ、あなたはそれを知っておられる。神の御旨を行うことは私の心の喜び。ヘブライ人への手紙。皆さん、お牛やおヤギの血は罪を取り除くことができません。それで、キリストは世に来られたときに、次のように言われたのです。あなたは生贄や捧げ物を望まず、むしろ私のために体を備えてくださいました。あなたは焼き尽くす捧げ物や罪をあがなうための生贄を好まれませんでした。そこで私は言いました。ご覧ください、私は来ました。聖書の巻物に私について書いてある通り、神を御心を行うために、ここでまずあなたは生贄、捧げ物、焼き尽くす捧げ物、罪をあがなうための生贄、つまり律法に従って捧げられるものを望みもせず、好まれもしなかったと言われ、ついでご覧ください。私は来ました。御心を行うために、と言われています。第二のものを建てるために、最初のものを廃止されるのです。この御心に基づいて、ただ、一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。神の御言葉。御言葉は人となり、私たちのうちにお住みになった。私たちはその栄光を見た。ルカによる福音。その時、天使ガブリエルは、ナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人のイーナス家である乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、糸高き方の子と言われる。神である主は
彼に父ダビデの王座をください。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに来る。糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不倫の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り、好みになりますように。そこで天使は去っていった。Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et
es pes nostra salve. A te clamamus, ex solis filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes. Minha lágrima não vale. Eia ergo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, os sacis ilium oster.